ああ、皆の衆、よう参られた。飯は食われたか？お腹は満腹か？おお、わしらもな、大層ええごちそうにありつけたでな、今日は。ただな、眠いんじゃ。皆もそうじゃろうて。なあ、飯を食うたら眠なる、これが人というものと。ああ、なれど、しばしわしらのこのステージに付き合うてもらうてやな、目をパチッとこの瞬間覚ましてもらうて参ろうかなと思っております。今日は先ほども言うとったが、この大岡組さんのな応援ということで、わしら岐阜から参りました。普段は岐阜におりますが、この清須の地もわしらにとってはふるさとのようなもの、武将のふるさとでございます。先ほど藤吉郎犬千代も言うておったが、今日は藤吉郎の活躍によってどうもこの天気の良さになったらしゅうて、わしもこれ晴れ男じゃでね。まあそういうわけでの、このように晴れ風もなく穏やかな天気、この時期にしては珍しゅうと思いますが、どうじゃ。皆も風邪などひかんと息災にしておられるかの。何やら流行り病が流行っておるでな、気をつけてもらわねばならん。ああ、親方様じゃな。ああ、そうじゃそうじゃ。いやいやいや、親方様お待ちしておりました。おお、藤吉郎もな。おお、命をも来た。すみません。あれ、能姫様はどこへ行かれたんじゃろ。ああ、さようか。すみません。ならば、この今日参った、お前応援言うて応援になっとるかどうかわからんで、一生懸命やらさせてもらうでの。我らが何者かっちゅうのを一人一人自己紹介させてもらいまするでな。戦工場と参りましょう。さあ、一番手前で。少しの魚盛りをしたし。先ほどはマイクを使って失敗したので、はい、今回はマイクを使わずに参りたいと思います。父は攻めの三座こと森吉成、兄は鬼武蔵こと森長吉、森家が三男坊森成俊。この刀の封は親方様の恩だと。親方様の前に立ちはだかる者はたとえ何者とて容赦はせぬ。森蘭方氏成俊、通称森蘭丸。ここ清洲の地、岐阜より。忘れた。おーおい、三条を捕まっていた美男吉成。来て、こちらにおる忍びな。朝見えた方は2回目になろうが、普段はこのように人前に姿は決して現さん。なれど今日は清洲の旅、またここへ参られたお客人のために特別に こんな忍びがおるぞということをな、わしが紹介したいな。名は海と申す、わし好きの忍びじゃ。あ、よし何、後からちょっとかっこいいのが見せてまいるかもしれん。誰誰。うん、城にこもりて戦おう、水がめ割りて打ってで死する覚悟の鬼武将。皆の者、城に水はなし。今これより打って出る。行き急ぐ者あらばかかって参れ。織田家筆頭、北陸方面軍団長、鬼と呼ばれし柴田首里之助勝家、ここにある。そして戦場ではあるが、今日は妻を連れてきておるな。
魔王と呼ばれし織田信長の妹であり近江の大名浅井長政に嫁いだ一と申します。長政様亡き後は柴田勝家に嫁ぎました。どうぞ皆様これからもよしなに。そして皆同衆、午前中見れなんだ人もな、この度午後よりわしらが大切に大切に仕えておりまするな岐阜は濃姫様がご到着されましたで、皆に一言ご挨拶願いましょうかの。お方様、待たせたの。私は隣国美濃の国稲葉山城にて斎藤道家の娘として生まれ、お方様しばしお待ちを。おめえのやつじゃの。みんなに負けております。後から兵を向かわせます。頼んだ。早いかんか。長いだろ。長いやつじゃん。いつもより長いやつ。早い走らんか。早いかんか。岡田様、皆の衆待たせたの。なんとくれなさ、後で親方様に言いつけておいて。ああよう言うときましょう。私は隣国美濃の国稲葉山城にて斎藤道三の娘として生まれ、命によりこの近江の織田信長のもとに嫁ぎました。なれど私はマムシと呼ばれし道三の娘、嫁ぎしおりは信長を喰らう覚悟にございました。なれど今では信長様こそこの天下をすがるただ一人のお方と思っております。我が名は貴重、尾張では美濃の国の姫濃姫と呼ばれております。皆様どうぞよしなに。